シンガポールの高校東ティモールのカトリック学校インドネシアの高校マダガスカルの学校にて制服着用の子供マレーシアの高校メキシコシティの学童学校制服とは主に学校機関で用いられる制服、標準化された服飾セットである。多くの国では初等学校や中等学校で普及している。制服はその学校のドレスコードの基礎となっている。 男子制服は、ダークのズボンと明るい色のシャツ、時折ネクタイを採用する傾向がある。女子制服は、国や学校制度によって、非常に多様であるが、典型的にはドレス、または、ブラウスと、スカート、またはキュロット、または、ジャンパースカートを採用する傾向がある。いくつかの国は女子にズボンを認めている。ブレザーやスーツに似たジャケットは男女とも一般的で、 とりわけ気候の寒い国に多い。いくつかの国はすべての学校に共通の標準制服制度を持っているが、他の国では学校ごとに個別の制服を持っており、色やバッジで違いを出している。テキサス州ヒューストンの公立学校にて制服を着用した男子生徒アメリカ合衆国ではほとんどすべての学校が何かしらドレスコードを制定している。 生徒の服飾について、どの色や種類の服を着用できるか、どの種の服飾アクセサリーが許されるかなどの規制が存在する。米国の制服は、典型的には、インフォーマルであり、英国やラテンアメリカのような厳密なドレスコードではない。一般的には、ドレスコードは、以下のような記載で構成される。女子のドレスコード男子のドレスコード採用例は、少ないが、 女子制服として日本と同様のセーラー服が採用されている例もある。1996年にクリントン大統領が一般教書演説で制服導入の必要性を大きく打ち出したことで都市部の学校の41%が制服を導入した。制服採用は私立の名門校と低所得者地域の公立校に多い。白い制服を着用した。 アルゼンチンの生徒アルゼンチンの公立学校では白のスモックが最も普及した学校制服である。これはアルゼンチンが19世紀末から20世紀初頭までイタリア移民の主要な渡航先であったためイタリアの影響を受けたためだと思われる。いくつかの19世紀末のヨーロッパの国、特にフランスやイタリアなどはスモックを学校制服として定めていた。それは 貧しい子供たちが、その貧しい衣服によって傷つかないよう、違いをカバーする方法であったと思われる。公立学校ではの生徒は、公式な制服を要求されず、生徒は、スモックの下に、荷ニの服を着用することができる。しかし多くの私立学校では、公式な制服を定めており、それらのほとんどは、英国風の制服を採用している。教育大臣。 リモール・リブナットにより、約1400のイスラエル国立学校では、生徒は、制服着用が求められるようになった。インド、デリーの女子学生インドでは、制服は、初等学校から高等学校まで、一般的である。男子は多くは明るい色のシャツとダークの長ズボンである。女子は多くは、シャツとスカートである。いくつかの学校では女子に去る、ワール・カミズを規定している。 いくつかの学校では、生徒はネクタイを着用する必要があり、特に、キリスト教系ミッション校に多い。政治的な決定で、インド政府は、子供のスポーティングな宗教シンボルを禁止することはない。一部のイスラム教徒女子はベールを、多くのシー教徒男子はターバンを制服に合わせて、着用している。公立私立を問わず多くの学校では、 男子生徒の重髪や髪染めを禁止している。現代の学校制服を着用したロンドン市民、英国ウェールズでは、ウェールズ議会政府が制服と外観ポリシーを定めたガイドラインを発行している。その規定では、There is no education legislation specifically, covering the wearing of school uniform or other aspects of appearance such as hair color and style. and the wearing of jewelry and make up, however, as part of its responsibility for the conduct of the school, a governing body can specify a uniform which pupils are required to wear and other rules relating to appearance と定められている2005年撮影のオーストラリア12学校制服オーストラリアの学校制服は一般的に 英国モデルを継承している。ほとんどすべての公立、私立学校とすべてのカトリック学校、すべてのオーストラリア州では義務的な制服ポリシーが存在する。ルールの程度は学校のシステムによりけりである。制服と外見は一般的に私立学校とカトリック学校で厳しく公的学校では有利男子の場合、制服は一般的に ボタンアップの白シャツか、ポロシャツ、タンズボン、または、蝶ズボンであり、多くはグレーである。タンズボンは、暖かい時期であり、スクールカラーの足首まで、長い靴下も求められる。ネクタイは、一般的に、私立学校の男女に規定されている。ブレザーは、カトリック学校と私立学校で、一般的である。女子の制服は、チェックやストライプのドレスが、 夏季や中等学校で一般的であり、冬季はボタンアップやポロシャツとスカートである。体育教育やスポーツのために別の制服が存在することが多く、それはショーツとシャツで構成される。女子のためにスプレージャケットやネットボールスカートが存在する。初等教育の最終学年には最終学年であることを示す。 独自のパーカーやジャンパーが存在することが多い。また、中等教育の最終段階でも、それを区別するために、独自の制服を持つことが、一般的になりつつある。制服を着用した、ガーナの子供ガーナでは、すべての生徒が、学校制服を着用する必要がある。公立学校はほぼ全校が私服であるが、一部の、私立学校では、制服が採用されている。 同じ法人が運営する学校であっても、年齢層により、制服が異なる場合がある。例えば、イコールノートルダム・デ・ビクトワールで、採用されている制服は、2年生以下の男女は、セーラー服、3年生以上の男子は、ポロシャツとスラックス、3年生以上の女子は、セーラー服に、スカートである。管理芸術高等学校の制服を着用した、ススム・ジョンソン韓国では、 学校の制服は、校服、または、学生服と呼び、警察官などの制服とは区別する。大部分の中学校及び高等学校に制服がある。かつては、男子生徒は、爪入り学生服、女子生徒は、ゴミ色のスーツ型通学服を着用していたが、全都間政権下の1984年に、日程残しとして全廃された。しかし、 自由服になったことによる風紀の乱れなどを理由として、ほどなくして制服が、植民地時代を想起しないよう、モデルチェンジの上復活した。ほとんどの学校でブレザーを着用する。爪入り学生服は、トモエ・チングを、はじめ、1980年代以前を扱った映画や、ドラマで登場したり、またバラエティ番組で、タレントが着用することもあるが、実際に、 学校の制服として着用されることはない。なお、女子生徒がセーラー服に似た制服を着用する、学校は存在する。衣替えは5月と10月だが、春と秋に着用する制服がある学校も存在する。中学校、高校ともに、上着や、夏用ワイシャツに生命のみを刺繍した横長の名札を、縫い付ける学校が多い。 学生服市場は2007年現在加熱気味で高級化、価格の上昇を招いている。また、大手メーカーによる談合疑惑も浮上しているピョンヤンの万業台学生少年宮殿でセーラー服を着た女子生徒朝鮮民主主義人民共和国では小学校から大学まで制服を着用する。小学校の庭で制服を着たカンボジアの子供カンボジアの制服は 1950年代のタイの制服に似ている。カンボジアでは今制服が流行している。制服が導入される前は、生徒は多くは、白シャツに青または、黒のズボンかスカートを着用していた。初等学校と中等学校の両方で、生徒は男女共にドレスコードの範囲で耳の服を着用できた。規則では指定された種類の服を要求するのではなく、 色、スカートの長さなどが定められている。キューバの女子学校制服キューバでは学校制服が用いられている。年齢や性別に関係なくすべての生徒は学年を示す色の制服を着用する。子供たちはキューバ開拓者集団のメンバーとしてスカーフを着用する。キューバではペルーと同じタイプのエッジ型釣り紐の釣りスカートが 小学生女子の制服となっているほか伝統的な高校や大学の中にも、釣りスカートを制服としている学校がある。ジャマイカでは、ハイスクールの女子制服が制定されており、明るい紺色のプリーツの釣りスカートである。ジュネーブにある、オンディーヌ音楽学校では、小学部の学生の衣装が、男子、女子ともにセーラー服である。ウィキソースには、 スチューデントユニフォームワークと BE2551 の原文があります。タイでは1889年に制服が導入され、現在の制服は2005年から使用されている。未就学児童から大学生まで全ての生徒が制服を着用する。学校や年代に応じて制服は異なる。一般的に男子は白のシャツと短ズボンを着用する。 ズボンの色と長さは学校により様々である。男子大学生も同様だが短パンに代わって黒のズボンを着用する。女子は白のブラウスとスカートを着用する。スカートの色と長さは学校と年齢によって様々である。一般的に若い生徒は足に届くまでの長いスカートを着用し、大学生は短いものを着用する。 スカートは一般的に青か黒であるが学校によってその他の色も存在する。いくつかの学校は男女共についたちきに代わりの制服を定めている。その多くは色付きシャツとズボンで構成される。タイは大学でも制服を着用している四つの国の一つである。韓国と同様かつて日本統治時代の名残で爪理学生服。 セーラー服を着用していた。現在の台湾では、小中学校を中心に制服が着用されているが、中学校の場合セーラー服は、ほとんどなく、おおむね日本の女子高生が着用しているような、チェック柄のものが流行のようだが、昔ながらの紺色の制服を採用している学校も、多い。また、台北市立第一女子高級中学のように、 日本ではほとんど見かけない明るい鮮やかな緑色の制服を採用している学校もある。これらの緑色の制服はミャンマーなどでも見かけた。総合級回時水産職業学校など一部の水産学校では男子、女子ともにセーラー服が採用されているが海軍とは関係がない。小学校の制服は男子はワイシャツに半ズボン。 女子は釣りスカートであるところが多く、日本の小学校の制服と似ているが、陶器は、女子も、長ズボンを着用する場合がある。また、台北市トンカ国省、台中県文章国省、高尾県大華国省、台南市天主教私立、宝人志国省などのように、男女とも、セーラー服が採用されている例もある。なお、台湾の小学校制服には、 地域性があり、私服の場合も含めて、地域ごとに類似した制服が採用される傾向がある。中国大陸の学校では、制服は一般的である。ほとんどの中等学校はいくつかの初等学校と同様に制服の着用を求めている。中国本土での制服は、通常にセット存在し、夏服と冬服がある。男子は冬は、ジップアップセーターとズボン。 夏は、色付きシャツと短パンである。女子は冬は、男子と同様である。中国の南部地域では、青と白のスウェットシャツとズボンを着用する。中学、高校生は、峠工事や体育を含むすべての授業で、孔服と呼ばれるジャージ上下を着用する。日本でいう制服もあるものの、特別な活動の際にしか着用しない、海軍少年軍校に指定された。 小学校及び海軍が財政的な援助をした。小学校では男子、女子ともにセーラー服が採用されている。男子はズボン、女子はスカート、またはズボンを合わせる。チリではほとんどの学校が制服を持っている。デンマークでは公立学校と私立学校のほとんどには制服はない。しかしながら国で最も有名な二つの学校である EN。 ハール・ウフズム・スクールと EN、ソロ・アカデミーには現存している。ドイツの学校生徒ドイツでは、16世紀から生徒に、落ち着いて、スタイリッシュになりすぎないよう規定が設けられ、とりわけ中等学校や、グラマースクールや、類似機関に多い。多くのケースでは、規定は、全市民における、特定社会階級を対象とした、広範囲な法律の一部として定められた。 ブルーコートは中等学校の生徒の義務的なシンボルとして広がったが18世紀の後半には使用されなくなった。新しい時代には実質的には学校制服は修道学校や私立寄宿学校以外に存在していなかった。トンガの学校児童トンガではすべての学校で制服が求められる。 制服の多くは教会に関係した色で、公立学校の場合は赤である。大抵、カトリック学校では水色、ウェズリアンではロイヤルブルー、英国国教会ではネイビーブルー、LDS 学校では緑である。スクールカラーの島が入った民族一生タオバラトツペヌは、通常男子がボタンアップジロシャツと共に着用する。初等学校の生徒は多くは、 ショーツとボタンアップジロシャツを着用する。ほぼすべてのトンガの中等学校では、女子に白シャツとジャンパースカートの着用を求めているが、カトリック学校では、炭素でブラウスとスカートの着用を認めている。多くの生徒は、英国式中等学校では、ローマ式サンダル、その他の多くの学校では、ゴム通りを履くことが求められる。学校制服を着た。 ナイジェリアの子供ナイジェリアでは学校制服が用いられている。不利な境遇の家庭のために金融的に支援するプログラムが用意されており、ザ・チェアマン・オブ・オジー・グボー、ローカル・カウンシル・デベロップメントエリア、エルシエダ、ケヒン・デバ・アミーゴ・ベタンなどは、ラゴス州の教育水準向上を目指し、7200の制服を9つの初等学校の生徒エリアに配布した。ニカラグアでは、 ペルーほど制服は統一されていないのかもしれないが、農村部の学校にも、日本の最近の女子校の制服のような、チェック柄のオシャレなジャンパースカートや釣りスカートが、制服として採用されている学校がある。色は、ほとんどの場合、青系の色である。ハイチでは、ハイスクールに、女子制服が制定されており、赤、黄、黒、茶などの混じった。 チェック柄のプリーツの釣りスカートである。この国の制服は、他の中南米諸国の制服に比べ、スカート丈が長めになっているのが特徴である。この国では、ガールスカウトの制服も釣りスカートである。フィリピンでは、学校制服は小学校から高校まで、一般的でいくつかのカレッジでも存在する。男子は、一般的に襟付き短袖白シャツ、ズボンである。 女子は、長袖、または、短袖の白のブラウス、リボン、または、ネクタイ、プリーツスカートである。1970から80年代まで、学校制服は、男子は、白の長袖シャツと黒のズボン、女子は、白の長袖、または、短袖のブラウスと、リボンと青のプリーツスカートが、一般的であった。時を経て、スカートの多くは短くなり、長期は、 上膝から半インチまでに短くなった。最長は下膝1インチであった。違反するケースが増加したため、学校の女子の服飾規定は1990年末までに、だんだんと厳しくなりスカートはそれよりも長くなった。いくつかの学校では、白シャツの上に上着とネクタイの着用が求められ、男子に多い。しかしこれは大抵は、 カレッジや国際学校のみである。また、高校女子の制服スカートは釣りスカートも多く、紺色、緑色系チェックなどのが見られ、釣り紐の全境部分に横紐のついた H 型釣り紐タイプのデザインが多い。多くは背中側は10文字に交差されているが、中には前も後ろも同じ H 型の釣り紐の学校もある。ブラジルで、 学校制服を着た子供の昼食ブラジルでは、私立学校の生徒は、高校でのいくつかの例外を除き制服を着用しなければならない。公的学校の生徒は制服を着用しなければならない。一般的に、制服は、青のズボンと胸に交渉がプリント、または刺繍された白の T シャツである。いくつかの学校は指定された色の靴が求められ、黒や白などである。 いくつかの高校は代わりにジーンズの着用を認めている。学校は生徒の支出を抑えようと多種の衣類について制限している。学校制服を着用したブルンジの子供ブルンジでは学校制服が生徒に義務付けられている。ベトナム南部や中部の女子高校生の制服は民族衣装である青材で色は白である。ハノイなどの北部はブラウスにスカートである。 ホーチミン市にあるニョンビエット高校は2015年に制服を変更して男子はセーラー服、女子はセーラー襟付きの青材を採用した。新制服には当初を守る水兵を尊敬する意味合いを込めたとのこと。女子のみセーラー服の学校もいくつか存在する。ペルーのハイスクール制服ペルーでは小学校から高校まで私立校も公立校もほとんど同じ。 デザインの制服を採用している。女子の制服は特徴的で灰色の日本箱ひだの釣りスカートで、釣り紐の全胸の部分に横紐がついて、前から見ると H 型になっている。リマ、トルヒーヨなどの都市部の有名私立女子校だと、この釣りスカートに、紺色のカーディガンやセーター、白のブラウス、灰色のハイソックスに、黒のローファーといった。 トータルデザインの制服を着用しているが、農村部の村の小学校や高校でも、たとえ裸足にサンダルきで登校してくる、女子生徒でも、スカートだけはこの釣りスカートを履いている。また、ペルーでは、最近一部のハイスクールの制服に、チェック柄のものも登場している。ベネズエラの学校制服ベネズエラでは、学校制服が用いられており、すべての生徒は着用しなければならない。 ベネズエラの法により、すべての学校の全教育段階において、制服が必須である。制服法により、保育園児はその色による、イエローシャツと呼ばれる、制服、幼稚園児は、レッドシャツと呼ばれる制服を着用しなければならない。カトリック系の女学校で、女子制服としてセーラー服が採用されている例がある。また、小学校においては、男子、 女子共にセーラー服が制服として採用されている例がある。チャイナドレスの制服級英国植民地であった香港は英国学校の制服を持っており、いくつかの学校では歴史的なチャイナドレスを制服として維持している。マレーシアでは学校制服は公立学校に通うすべての学生に必須である。ウエスタンスタイルの学校制服がマレーシアに 伝わったのは19世紀末の英国植民地時代だが、しかし今日のデザインは1970年の年頭に導入された。今日では学校制服はほぼすべての公的学校、私立学校に共通である。マレーシアの学校制服は次のようなものがある。ジャンパースカートを着用したマレーシアの初等学校女子生徒は、 白の靴下と白の靴を着用する必要がある。慎みのため、ほとんどの学校は、バジュクルンを着用する。女子生徒は、単色のキャミソールを下に着る必要がある。加えて、多くの学校は制服に、交渉バッジを縫い付けたりアイロンすることを求めており、大抵は、左胸の位置である。いくつかの学校は、交渉バッジに加え、ネームタグを縫い付けることも求めている。 公式の場では、バジュクルンを着ている場合を除き、生徒は大抵学校指定のネクタイを着用する必要がある。マレーシアでは、イスラム教徒の女子は、バジュクルンを着る傾向がある。彼女たちは、宗教上の理由から、白の中ドンを中等学校入学時から着用することが多い。非イスラム教徒の女子は、ジャンパースカートを着用することが多いが、 いくつかの非イスラム教徒女子もバジュクルンを着用している。イスラム教徒の男子はバジュマライを金曜日に着用し、多くは損庫防止を伴う。これは昼食時にモスクへ祈りを捧げるための服装である。ジャンパースカートを選んだ女子は、ジャンパースカートは足首までの長さしかないため、多くは屈託のない動きができるよう、ジャンパースカートの下にショーツを着用する。 バジュクルーンを着用する際は、ロングスカートは足まで覆われているため、ロングスカートの下にショーツを着る傾向は少ない。ネクタイは時折、クラスモニター、図書館員、その他ランクある生徒など役職者が着用している。いくつかの学校はネクタイを標準着用としているが、しかし一般的には、ネクタイは学校行事や公共の場のために予約されており、 熱帯気候の地域では不快であるため毎日の学校制服の一部とはされていない。学生の髪型についても学校と教育省は関心を寄せている。学校は生徒に髪染めを許可していない。例えば、男子の髪の長さは最長で襟の上の数センチで、もみ上げは許可されない。男子の髪の規制の違反は、 時折、ムチ打ち系で罰せられ、別の学校では代わりに、学校側で、強制的に散髪する。ヘアジェルの使用はいくつかの厳格な学校では、禁止されており、過剰な美容を防ぐことを目的としている。女子の場合は、長髪の場合は、適切に結ぶ必要があり、ポニーテールなどにすることが多い。いくつかの学校は使用できる、ヘアアクセサリーの色と種類が指定されている。 いくつかの学校では挑発を禁止している。メイクをして登校することは禁止されている。学校では、通常、教師や役職者の定期的なチェックにより、学校の制服コードを統制している。検査に抵職した生徒は警告され、マイナスポイントを付与され公的に罰せられ、学校から家庭に送られるか、体罰を受ける。ミャンマーでは、 小中学校を中心に制服が指定されており、明るい緑色が目につく。また、この国の女子制服は小学校でも数種類のものを選択着用できるようである。同じ学校の生徒がワンピース状の制服、胸当て付きの釣りスカート、普通の釣りスカートを着用して登校している。この制服バラエティの中には民族衣装のデザインもあり、女の好みならず、 男の子もそのロングスカートのような制服を着用して通学する姿も見られた。いずれも色は同じ明るい緑色である。ミャンマーの公的学校では幼稚園から10学年までの間は制服を着用しなければならない。幼稚園から4年生までは男子は白シャツと緑のズボンが義務である。女子も同様に白シャツとスカートまたはズボンで構成される。 5年生から入学までは、伝統的なビルマ衣装が適切な学校制服と、みなされている。男子は、白シャツ、パソと呼ばれる緑のサロン、ビルマサンダルである。女子は、伝統的なビルマブラウスと、トマンと呼ばれる緑のサロン、ビルマサンダルである。ソ連の伝統的学校制服を着用して、ラストベルセレブレーションに参加する女子ロシアの、学校制服は、 1917年のロシア革命後に廃止されたが1948年に再導入された。初期は新しい制服は共産主義化される前のものに非常に似ていた。着用する制服は制度化され、ルールに従わない生徒は罰せられた。ソビエト連邦スタイルの制服は1962年に近代化され、それ以来各時代により変更されてきた。 ソ連の年代によってバリエーションが存在する。男子は一般的にダークブルーのズボンとジャケットであった。女子は黒のエプロンと黒の棒ネクタイにブラウンのドレスであり、特別な機械には白のエプロンと棒ネクタイを着用した。ピオネールのメンバーは有名な赤ネクタイを着用していた。体育教育のクラスには特別なスポーツユニフォームが存在した。 1980年代の初めには、ダークブルーのスリーピーススーツが、女子に定められ、厳密な髪の長さについての規制が緩和された。1992年には、義務教育での制服は廃止された。今日ではロシアには統一された制服は存在しない。しかし、いくつかの学校は生徒に着用を義務付けた、制服が存在する。制服のない教育機関にも、 特定のドレスコードが存在する場合がある。卒業式のために伝統的なソレンスタイルの茶色のドレスを着用する女子もいる。ありがとうございます。